どうも、菊之進です。今日は職場でマウンティングしてくる人の心理と彼らから身を守る方法や付き合い方についてお話しします。こんなあなたへ。毎日イライラして頭に来ている、ディスられたり攻撃されたり気分が悪い、いちいち言う必要のないことを何の脈絡もなく言ってくる、相手は自慢話がとにかく多い、まるで気を使うために会社に行っているみたいだ、じわじわと疲労感がたまる一方、嫌なら無視と簡単に解決できなくて困っている、職場マウンティングをする人との付き合い方が知りたい。それではどうぞ。まずはじめに、マウンティングとは相手より自分の方が優位であることを態度や言葉で示そうとする行為のことです。主に自慢やひけらかしという手段によって相手を自分より低く格付けして、相対的に自分の優位性を上げる行為として知られています。続いて2番目です。マウンティングする人の心理。マウンティングという行為の裏側には、自分の価値を認めてほしいという承認欲求があります。また内に秘めている劣等感を何とかして隠したいという心理も働いています。自分が他の人より劣っているなんて嫌なので、あたかも自分が優れているかのように振る舞ってしまうんです。以前動画で紹介したアドラー心理学のアドラー先生もこのように言っています。もし本当に自信を持っていたら自慢などしません。劣等感が強いからこそ自慢する。自分が優れていることをことさら誇示しようとする。そうでもしないと周囲の誰一人としてこんな自分を認めてくれないと恐れている。これがマウンティングする人の心理状態です。続いて職場マウンティングの事例です。男性の場合は会社での権力や年収を張り合う対象として分かりやすくストレートに自慢します。女性の場合は見た目や持ち物、彼氏や旦那のステータスを張り合う対象としてオブラートに包みながらさりげなく自慢します。男女別に見ますね。まず女性です。身につけるもの、化粧品、ブランド品など全ての持ち物、夫の社会的なステータス、子供の学力、習い事、大学、就職先、結婚の有無などなど、これらにおいて私はあなたより上ということを暗に匂わせるように言う傾向があります。続いて男性ですが、車や時計、スーツ、学歴、職業、役職、年収、武勇伝、過去の栄光などなど、お前より上だという感じで分かりやすくアピールします。続いて4番目です。マウンティングされた時の3つの対処法についてお話します。1つ目です。見ざる、聞かざる、言わざる。これは8世紀頃に中国から日本に伝わったことわざです。自分にとって害となるような人がいたら、なるべく距離を取りなさいという孔子の教えが由来になっています。1つ目、見てはいけない。これは自慢話をする人から離れるということです。彼らに心を乱されないために、少しずつでも距離を置かないとあなたがズタボロになってしまうからですね。2つ目は聞いてはいけない。これは自慢話をする人の話を聞いてはいけない。なぜ聞いちゃいけないのかというと、自慢話がエスカレートしてしまうからですね。彼らにとって褒められることや羨ましがられることは大好物です。すごいですねと褒めて持ち上げてくれる人は、今後もずっとマウンティングの対象にされます。この人なら何でも聞いてくれると思って自慢行為が加速してしまうのです。3つ目、言ってはいけない。これは自慢話をする人に自分の情報を漏らさない、また自慢話をする人の悪口を周囲に言ってはいけないということです。自慢話をする人にうっかり口が滑って自分の情報を漏らしてしまえば、彼らのランク付けの対象になりますので、口にチャックをつけておきましょう。また同じ職場の人に彼らについて愚痴ってしまうと、かえってあなたの評判が落ちてしまう可能性があります。どうしても喋りたくなったら、職場以外の親しい友人に話を聞いてもらいましょう。見ざる、聞かざる、言わざる、ぜひ実践してみてください。続いて、マウンティングする人への対処法の2つ目です。小学生の子供だと思って接する。小学生の子供って話を聞いてると結構自慢話が多いんです。自分のお父さんは会社の社長だとか、学内ではこんなに成績がいいんだとか、新しいゲームは何でも持ってるよとか、お年玉こんなにもらったよとか、こちらから聞いてもいないことを何の脈絡もなく話しかけてきますよね。大人になっていい年をしても自慢話がやめられない、何かの面で人より優位に立ちたいという態度をとっている人は、小学生の子供と同じことをしているんです。普通はある程度の年齢になると、そんなことをしても周囲に嫌われるだけだって分かってくるし、みっともないので、みんな自制するようになります。しかし大人になってもそれができないということは、私は精神的に未熟ですよと自ら露呈しているようなものなんです。私は本当は自分に自信がありません。自慢したり他人の人生をけなすことで、自分は相手より上だと思い込まなければ、自分の存在意義を確認できない人なんですと自ら言っているようなものなんです。相手はあなたを陥れたいという気持ちより、グラグラした自分の存在価値を守ることに必死なだけです。
なので彼らから言われたことに対してあなたが真剣に悩む必要はありません。この人は自分より上の立場だけど精神的には小学生なんだという目で見たらいいんです。小学生に自慢されても別にどうってことないですよね。幼いから仕方ないなと受け流せます。マウンティングする人への対処法の3つ目です。後からマウント返しを考えてみる。されたマウントに対して後からマウント返しを考えると気分が晴れたりします。例えばこんな感じです。これはガールズチャンネルのされたマウンティングを淡々と書いていくトピで、トピ主さんが最初にした投稿です。読みますね。同じ時期に妊娠した友達と犬の日の話題になった時のこと。私、うちはお互い激務で夫と休みが合わないし、そこまでこだわりないから簡単に参拝だけにすることにしたよ。友人、そうなんだ、私は夫に行かなくていいんじゃないって言ったら、我が子と妻のためなんだから仕事休んでも行く、行かない人なんて信じられないって激怒されちゃってさ、笑い。家族命でめんどくさい、笑い。いかがでしょうか。もしあなたがトピ主さんだったとしたら、この友人の言葉にじわじわ怒りを覚える方も多いと思います。これに対してある人がマウント返しを考えました。それがこちらです。価値観違って大変そうだね。うちは同じだから臨機応変にお互いに負担にならないようにできてよかった。とても上手な返し方ですよね。このように言われたことに対して後からその発言の裏をついてやり返してみればだいぶ気持ちが楽になると思います。ただ本人にマウンティング返ししないでくださいね。あなたも同僚になってしまうから我慢してください。自分の中だけで留めておきましょう。最後まとめです。マウンティングとは相手よりも自分の方が優位であることを態度や言葉で示そうとする行為のことでした。主に自慢やひけらかしという手段によって相手を自分よりも低く格付けして相対的に自分の優位性を上げる行為として知られています。マウンティングする人の心理状態はこうです。もし本当に自信を持っていたなら自慢などしません。劣等感が強いからこそ自慢する。自分が優れていることをことさら誇示しようとする。そうでもしないと周囲の誰一人としてこんな自分を認めてくれないと恐れているとアドラー先生も言っています。マウンティングされた時の対処法は次の3点でした。1つ目、見ざる聞かざる言わざる。2つ目、小学生の子供だと思って接する。3つ目、後からマウント返しを考えてみる。ぜひ試してみてください。大人になってもいちいち人と比べて優劣をつける、自分を上げるために相手をけなす行為は小学生の子供がするような幼い行為です。だからあなたが真剣に悩む必要はありません。そういう人とは距離を置き、自分もそうならないように注意したらいいだけなんです。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。